て国民の価値観に基づいて判断をしなさい。正しい裁判をしなさい。それが裁判所を正しくする、裁判所を改める方法だと私たちは思います。皆様も一緒に裁判制度を廃止し、本当に裁判を良くするための活動に一緒に取り組んでいきましょう。Thank you.
そうです。